大海原重吉大海原重吉11月8日から1940年11月21日は日本の内務官僚。府県知事、議会及び君党は、正四位、君に党、滋賀県犬上郡彦根町出身、旧彦根藩市、大海原久吉の長男として生まれる。三重県第一中学校、学習院高等科を経て、1908年。 東京帝国大学法科大学を卒業し、大学院に進む。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1909年2月、内務省に入り、香川県属となる。以後、香川県事務官、熊本県事務官、埼玉県警察部長、千葉県警察部長、長崎県警察部長、内務省警保局事務官兼内務所機関。 東京府内務部長などを歴任。1922年10月、山梨県知事に就任。1923年10月、内務省神社局長に転じた。1924年5月、岡山県知事に就任し、1925年9月に休職となった。1927年5月、再度神社局長に登用された。同年7月、 京都府知事に転じた。舞鶴公衆地区、国道改築、五大店の実施などに尽力。1929年7月、京都府知事を実施体感した。妻の豊は、三上三次の長女、大船原重吉、人事更新録、第8版、昭和3年7月。ありがとうございます。